バーサルスタジオジャパンにやってきました。初めてのデート企画ということで、はい、姉さんが一番可愛いよ。何にするの？ハロウィンです。ハロウィンピザ、ジェノベーゼ。美味しそう。お願いしましょう。どうする？俺ジェノベーゼとペパロニ。やっとご飯。やっとご飯。やっとご飯。あ、そう、ほんで。やば。全然わかんないんですけど。そうやろ。前髪上げちゃった。ねえ、やっぱり。撮ってあげたら、食べてみる。動画がいい？動画がいいな。朝聞いてもらって。すいません。あの、拭いときます。そんな汗かいてる？こっち側が。食べるわ。やば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 、緑になった。やば、匂わせるじゃダメだ。いや、かわいい。うまい、うまい。うん、うまい。いいね。どんな人のタイプ？ああ、逆にね。いや、マジででもお姉さん系です。おー、綺麗系。綺麗系のお姉さん系が好きです。そうだよね。だって俺年上と付き合ったことないから。そうなの。年上の女性と遊ぶこともないだったけど、最近逆に増えてきた。顔は本当欲張りなんですけど。うん、欲張っちゃダメなの？欲張ったらあかんよな。うん、綺麗も可愛いも兼ね備えてる子。ないない。いませんやん。逆にじゃあ好きなタイプ聞きたいよね。まあ、言ってる、こういうの YouTube で。言ってる言ってる。あ、じゃあ大丈夫です。なんで？束縛してこない人。嫉妬はいいねんけど。嫉妬と束縛ってちゃうやん。うん、だからその束縛をしてくる子はちょっと苦手かなっていう。束縛ってさ、なんか制限じゃん、いわゆる。そう、縛りほんまに。だからそのめちゃめちゃ相手に対して失礼だと思う。うん。信用してないってことだから。はいはい。だからそれってすごいなんかめちゃめちゃ失礼な行動だなって思って、自分が自信がないがゆえに、はい、相手を縛るってめちゃめちゃわがまま。あー、なるほどな。思うのは、束縛とかする人ほど遊んでたり浮気してたりする。それ、いや、これ、いや、これマジでそう。束縛する人は自分が悪いことしてると思ってるからかなんか分からんけど、だから相手のことも信じられない。そう、自分がしてるから。そう、え、なんか教育番組なんか あれ自分に自信ある人ほどやっぱり見えたこともしないし、その束縛とかもしない。嫉妬は可愛いじゃん。嫉妬は可愛い。そう、それくらいでいいよ。自分がしたいことを一回相談するのしんどくない？うん、それ言われたことあるの？ダメ。まあ、すごい言われたことありましたね、昔。一番ヤバかったの？一番ヤバかったの、インスタの女の子のフォロー200人ぐらい減らしたこと。え？俺好きやったから、その時は。あ、まあ、しゃあないかなと思ったけど、今自分の仕事とか考えると、まあ、ミスったっていう。マジで100から200ぐらい減らした。やばない？めちゃくちゃええ男や。じゃあ、お自分で女の子の仕事を作っちゃダメみたいな。そこがグレーよね。私は男友達とかあんまりいないからっていう感じだったし、あ、じゃあもうなんかしゃあないかみたいな。まあ、結局なんか男ちょこちょこ出てきないけどな。だから、そうやって言う人に限って。そう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 、
そっから俺すごい人間不信になってしまって、彼女とか欲しいけど、なんかね、一回言ったもん、いらないって言ったらあかんって姉さんから、ミョウナちゃんに言われたから、あ、姉さん、彼女いらないとか言ったら本当にいい人と出会えなくなるから、うん、いらないは言っちゃダメだよ。そう言ってお叱りいただきました。出会って初日にやばすぎ、女子会みたいなところにも入ってこれるタイプ、一人いれば入ってこれるタイプ、いけるなぁ、めちゃめちゃレア、ほんまになんかお姉さん、お姉ちゃん、めっちゃ感じになっちゃうね。みんなにいい人すぎる。あと隙がない。それなんか占いに書いたら隙がないからモテません。まあ多分そう。私がモテない理由はそれ。ほんまにそれやと思う。マジでちょっと弱い姿見せてくれた方が多分モテると思う。これからするとやっぱ年上のお姉さんで、まあすごいいい人って感じだけど。もし俺が仮にニューナちゃん狙ってる男やったら、好きなさすぎて行けへんと思う。でそれは多分ミューナちゃん誰に対してもその感じやから、もしミューナちゃんが好きな人でも無理ないと思う。ちょっと弱さ見せたっていう方がいい。弱さ？弱くないもん。建前でいいね。建前は弱く見せる。ポンポンは強くていいね。やっちゃったみたいな。やっちゃったみたいな。どうなんの？気になる人いたらめっちゃ自分から行く。ああ、じゃあいいんじゃん。だから分かりやすいとこ、好きとか関係ない。はいはいはい。いる？一番うまそうなところ。いりません。コラボ系 YouTuber なのかな。コラボ動画しかあげへんっていう。でもさ、魅力高いから。いけそうじゃない？コラボ系 YouTuber。ちょっと目指そうかな。目指して。誰こいつ？あ、なんかあの動画に出てたやつみたいなので認知されたい。どの動画見ても出てる。僕も YouTube 頑張るんで、よろしくお願いします。登録してあげてください。ありがとう。どうぞ大丈夫。はいはいはい、怖かった、俺にくっついてくれたら大丈夫やで。こういう感じ、いや、やめて、そうそう、そういう感じで、そういう感じが好きある。ミュナちゃんやったら、あ、大丈夫やる、うん、大丈夫、大丈夫やろ。いつもの返しじゃなかったか、俺ちょっと今びっくりして、あれあれ言われたから意識しよう。好きがなさすぎる。ちょっとじゃあ今日好き作る練習していく。次作る動画にしよう。俺についてきてな。ああ、いいね。いいね。推薦。ファンの人も推薦かも。私いつも大丈夫かな。そうやろ。いや、好きな人だと思う。好きな子とデート行った記憶は結構薄いか。かわいそう。いつぶりみたいな。ちょっと闇深い。俺いつぶりかなみたいな。いろいろありすぎてなんか。最後のデート彼女、今一回公表したことあるんですけど、でもなんかその辺の記憶はちょっと一番印象にあるデートなんやろ。付き合うってったらさ、なんかデートじゃない感じするやん。付き合う前がいいやん。デートやけど一番ドキドキするのってさ、付き合う前やん。考えるとあんまないな。すぐ付き合っちゃう。うん、遊ばへん。え、このユニバとか行かへん来たから。え、彼女がさ、ユニバ行きたいからさ、一緒に。あ、もちろん行く、それは。付き合ってきた人はあんまそういうの言ってこなかった。ここ行きたいじゃん。言ってきてた子もおったけど言わへん、マジ言わへん子もおったしな。言わなかったらでも行かないもんね。うん、家でいいから。なんかおうちデート派やから。言ってくれる人がいい。自分からどこどこ行こう。ああ、ありがとう。じゃあスパイダーマン行こう。ん？スパイダーマン行こう。いや、やめろ。貼ったろ、じゃあ。やだ、セクハラやろ。月読みせんねんて。いや。え、貼ってくれんのみたいな。貼ってくれるの？いいよ。ありがとう。
どこ貼ってんねん。じゃあだ、行くな。